第34回東京国際映画祭日比谷会場、仮面ライダーフィフティース、仮面ライダーアニバーサリー・イン・ヒフ、仮面ライダードライブ、上映前トークイベントにお越しくださいまして、誠にありがとうございます私は本日の司会進行を務めさせていただきます、木下智美と申しまますすどううぞよろししくお願いいいたしますありがとうございます。 先ほど劇場版仮面ライダードライブサプライズフューチャーの上映が終わりましたそしてこの後2時30分よりドライブサーガ仮面ライダーチェイサーそしてドライブサーガ仮面ライダーマッハ仮面ライダーハートが上映されますドライブサーガ2作品の上映に先立ちましてゲストをお呼びしてのトークイベントを行ってまいりたいと思います なおこちらの会場での撮影や録画、録音などは一切禁止とさせていただきますのであらかじめご了承ください。よろしくお願いいたしますそれでは早速ゲストの方にご登壇いただきたいと思います仮面ライダードライブプロデューサー大森隆人さんです大きな拍手でお迎えください ございます大森さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします東映のプロデューサーの大森ですよろしくお願いしますありがとうございますえ本日はねお忙しい中お越しいただきありがとうございますこんなにたくさんのねファンの皆様お越しいただきましたので、はい、いろんなお話をお聞かせいただければと思います,す不安だったけど良かったですなぜ僕だけ名前がキャストと一緒じゃなかったのかという なかなかね、他のソーシャル番組、キャストの皆さんが登壇されてたのになぜ僕だけなのかという。はい、でも、逆にこうプロデューサー目線のお話が聞けるとなると。なかなか貴重なお話が聞けるんじゃないかなと思って、皆さんいらっしゃったんじゃないですか。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、お時間が許す限り、えいろんな質問させていただきたいと思います。えまずは、一つ目のご質問なんですけれども。はい、仮面ライダードライブといえば、車に乗る仮面ライダーということで。今までとはこう、一味違ったバイクに乗らない。 仮面ライダーでしたよねあの、まあ、今だからちょっとお話できるということにはなりますが私ちょっと個人的に見てる時はもしかして途中でバイク登場するのかななんて思っていたんですけれども最後まで車に乗る仮面ライダーとしてこだわった理由をお聞かせいただければと思うんですがいかかがでしょうかそうですねまあ,あの仮面ライダーといえばバイクがアイデンティティーなので。あの 長い平成仮面ライダーシリーズの中でまあ数多く描かれてきた仮面ライダーの中でまあアテンションゲッターとしてあの新しい仮面ライダー始まりますというまあアイデンティティをえ少しひねった形でえ発表させていただくときに車がいいんじゃないかという一つのアテンションゲッター的な役割とまあもう一つやっぱりあのメカを中心としたビークリンドルヒーローですよっていうところをあの押し出すために。 車にすればいいんじゃないかということでまあ結果としてですねあのやっぱり メカを中心に描かざるを得ないメカを描くことを宣言させていただいて始まりだったので、まあ、その点はあの非常に良かったんじゃないかなというふうには思いますけどねありがとうございます、はい、結果的にねお子様にも大人気の仮面ライダーの1人となったと思いますが、えー、続いてはあの上映された映画「劇場版仮面ライダードライブサブライズフューチャー」についても少しお伺いしたいと思います、はい、この作品で何か印象に残っているエピソードなんかを教えていただければと思うんですがいかがでしょうかそうですねあのー 『仮面,仮面ライダー』シリーズの夏の劇場版での割とその終盤が近いということであの1年間のシリーズの集大成を描くっていうところに毎年なっていくんですけども『仮面ライダードライブ』はやっぱり車がモチーフだったのでとにかく車を多く登場させるということの中でまああのいろんなところに飛び込みでそれこそあのメインの。 えー、スポーツカーをメルセデス・ベンスさんにご提供いただいたりとかメルセデスさんにあの飛び込ませていただいたり、えー、アスタゴというです、ね、あの解体をする車を、まあ、これも飛び込みでお願いしますという形で飛び込ませていただいたり、えー、したことが本当にあの時は若かったな頑張ってたなということが一つと、まあ、あの今だから言える話としては。 映画のコンセプトが未来から来るあの車っていうところで物語を描こうとしていたのでまあ未来から車といえばバック・トゥ・ザ・フューチャーなので当初ですねほんとはデロリアンを出す計画があってえ実際あのトライドロンカラーのデロリアンの,あのデザイン画まで上がってたんですけどまあ大人の事情でちょっとなくなってしまったという経緯が ありますね。それがあのさ,あのさっきも出てたと思うんですけど黒いプロトタイプのトライドローンという形で劇場版では描けることになったっていう、まあ、今,今だから言える話ですねこれもね。本当に貴重なエピソードですす。ね。はい、ありがとうございますちなみにこの作品は大森プロデューサーもお気に入りということで、はい、その理由も聞かせていただければと思うんですがいかか。がででしょうかそうそすね。やっぱり「仮面ライダードライブ」自体があの私自身の,その初めてチーフープロデューサーを務める仮面ライダーシリーズだったので。 あの一番思い出深いというか、まあ、あの骨を砕いたなという思い出があるのとあの、まああの、仮面ライダードライブのまあ中盤で,です、ね、あのまあ、初めてだったとっいうこともあって、まあ、仮面ライダーのプロデューサーの師匠に、本当に仮面ライダーなのか、ドライブ、まあ、ちょっとダメ出しを受けたんですよね、ちょっと落ち込んでた時期がありました、僕自身、ドライブの中盤で。 でまあ、あのサプライズフューチャーは特にそのじゃあ「仮面ライダー」の映画を作ってやるっていう意気込みを持って、えー、テレビシリーズと、まあ、リンクを張りながらすごく計算して「仮面ライダー」っていうのは何なのかっていうのをもう一度見つめ直して作り直したっていう思い出がすごく深くて、まあ、それこそキャストとスタッフ一同があのなんか一つになった作品っていう思いが大きくて。あの反撃ののろし的な まあ目印的な作品ではありますね、僕自身、ちょっと思い入れがあって、まあ、それこそそこからなんか「仮面ライダー」ドライブというシリーズ自体が盛り返してきたような雰囲気も僕自身感じたので、はい、なんかまあ気持ちの面かもしれないですけど、本当に仮面ライダーって何だろうっていうのを見つめ直してさせていただいた作品かなと思いますありがとうございます。はい、じゃあ今もうこう一回見返したたりととかするとあ,あの時頑張ったななんていう感じであの本当にサプライフューーチャーは <laughs>、はい よく落ち込んだ時に見ますね。はい、そうなんですね。皆さん、ね、こで頑張ってたなっていう。はい。ぜひこう見直していただいて、あの、はい、大森プロデューサーがこんなところで頑張ってたのかな。なんていうのを想像しながら見返すっていうのはね、<laughs> 面白いのかなと思いますので、ぜひ見返してくださいね。え、さあ、そして、この後は上映を控えている映画についてもお伺いしたいと思います。え、仮面ライダーマッハ、そして仮面ライダーチェイサーについて。当初、それぞれのキャラクターはどんなコンセプトで作られたかっていうのをお伺いしたいと思います。まず仮面ライダーマッハからお伺。い お願いいしししてもよろしいでしょうかそうですねあのマッハは実はバイクに乗っていて、はいえー、ドライブが車だったからこ,からこそ、まあ、のマッハはバイクに乗ろうっていうところで始まってはいるんですけどあのそれこそ本当に、えー、バイクに乗る人ライダーがモチーフの「仮面ライダー」っていうことであの。 マッハのヘルメットは本当にバイクに乗る人のフルフェイスのヘルメットみたいなところがモチーフになっていて物語的には刑事ドラマという側面がある「仮面ライダー・ドライブ」だったので少し事件を掘り下げるようなモチーフで事件記者というようなところから立ちから始まったのがマッハですかねただ、まあ、あのマッハのバイクに乗るっていうのもやっぱりチェイサー その後登場するチェイサーのバイクと合体して実は四輪になりますっていうところがありきのバイクでの登場だったっていうのはあの最初からの決まり事としてはありましたけどね。 ありがとうございます、はい、マッハといえばあの変身の時のポーズだったりとかもすごく変身シーンも印象的かなと思って当時あの子どもたちがよく真似してたなっていうのはすごい印象に残ってるんですがああれも当初のコンセプトかからあったんですマッハの変身長いですよね <laughs> あの。三条さんがあのセリフを書いてきた時に長いなと思いつつ多分すごくスピーディーに言うんだろうなと思ってたらすっごくじっくりあの石田監督が撮って。 はあめちゃくちゃゆっくりだなと思いながら毎回あのテレビはね尺が決まっているので尺のことを気にしながらマッハがあの変じっくり変身するときはちょっとドキドキしながら見てましたけどまあそれが逆に印象に残ってよかったなとまあそれこそ子供たちが変身真似してくれたんだよかったなというふうふねはいいますありがとうございますでは続いて仮面ライダー「チェイサー」のキャラクターのコンセプトをお伺いしたいんですが、はい。そうですねあの 仮面ライダーチェイサーはもともと見ていただいてた皆さんは分かるんですけど開く側から始まった人でヒーローに変わっていくっていうキャラクターで始まってるので最初マシン・チェイサーっていうあのまあ少し、えー『仮面ライダードライブ』と対照的なスクラップをモチーフとした、まあ、車のスクラップをモチーフとしたヒーローというか開く、まあ、型から始まってまあ 本当にその後、平成仮面ライダーシリーズはよくあの悪から仮面ライダーにあのなるヒーローいますけどマシン・チェイサーが一番最初ちゃんとあの悪者から1年間かけてヒーローになる人を作ろうっていうふうに決めて始めた初めての人じゃないかなと思いますね。 まあそれこそ仮面ライダーらしいというか仮面ライダーの誕生物語はマシン・チェイサーからチェイサーへのあのを描きながら紡ぐことをあのみんな検査の上で設定したキャラクターだと思いますね。はい、結構だから仮面ライダー が好きな人というか仮面ライダーのそのヒーローコンセプトが好きな人はすごく感情移入して見れたキャラクターなんじゃないかなと思います本当に終盤はもうちょっと涙なしには見られないシーンとかもありましたし、はい、本当にェイさんはね人気でしたよねあの大人にも子供にもそうですねはい、はい、感じておりますえさあここで実はもう一人ゲストをお呼びしております仮面ライダーチェイサーチェイス役加藤の大光さんです大きな拍手をお迎えください よろしくお願いします。なんとなんとサプライズゲストとして来ていただきました。ありがとうございます。よかった。してくれてよかった。<laughs> ちょっと俺後ろでずっと緊張してましたもん。この後どうしよう。<laughs> いやいや女の久しぶりなんで本当に。一刻も早く出てきてほしかった。本当に。<laughs> 俺出る前に大森さんにできるだけトーク引き延ばしてくださいって頼んだんだけど。いや本当に一人の時間は。 短い方が。っい方がはい、はい <laughs> <か>、はい、はい、はね、ここからお二人にお話を伺っていきたいと思います。お願いします。さあ、仮面ライダードライブの放送終了後から。もう五年も経ってしまいましたが。本日もね、こんなにたくさんのファンの方が集まってくださるほど。仮面ライダードライブ、今も支持されていると思います。五年が経過した、今のお気持ちを伺いたいのですが。加藤野さんからお伺いしてもよろしいですか。今や、あの気持ち、いや。もう五年も経ったんだって気持ちですね、本当に。 なんかやっぱずっとやっぱライダーやってた頃のことってすごく覚えてるしやっぱ僕、去年とかであの俳優始めて10年だったんですけれど本当にその中でも「仮面ライダードライブ」って作品は特に特に特に特別だったのでもう5年経ったのかっていうのとまだ5年なのかなっていうななんか両方の気持ちありますねね、はい、るほどでも、ね、皆さんまだもう仮面ライダードライブ大好きですよねきっとね。 ありがとうございまますすありががとううございいい森さんはいかかでしょうかいや、えっと僕もだから一番最初に言いましたけど、一人でここで立つのがすごく怖かったんですね、で昨日なんか大津の発表があったじゃないですか、知ってますよね、皆さんね、すごく盛り上がったから、それで逆にすごい不安になって、<laughs> さっきずっと言ってましたけど、<laughs> あ<の>どうしようって。 どのぐらいの人が来てくれるんだろうっていうのもすごくあの不安になってたんですけどあのその後ドライブの今日のトークイベントに関して結構反響いただいたのであドライブ愛されてるんだなっていうことをまあ今日再び感じることができて本当にあの今日登壇させていただいてよかったなと思います、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます本当に今日もね楽しんでいきましょうねありがとうございますではここからはお一人ずつにお伺いしたいと思いますまず加藤野さん、はい、加藤野さんは当初マシンチェイサーとして最初は悪役として登場されましたよね、はい、その後仮面ライダーチェイサーになるということになりましたが決まった時はどのよう,うに思われたかそして仮面ライダーになるっていう話はどのタイミングで聞いたのかなとお伺いしたいんですが <laughs> えっとそうですね 最初本当にもう悪役側悪側として出るっていうオーディションの時ももちろんオーディションはねバリバリに主演取ってやろうって気持ちで受けたりもしてたんですけどでもまあそうはいかずでもあの僕なんか45回受けてるんですよ仮面ライダーのオーディションで最後のオーディションの時にあのやっぱもう45回受けてると覚えて 出さっててでなんか今回は会う役あるよみたいな風に声をかけていただいたことがあってそれで「チェイスっていう役になったんですけれどもうそのまま「悪」でいくとずっと思っててそれはそれで結構悪役側のキャラクターも基本どんな作品でも割と好きなので全然楽しめたしいいなって思ってたんですけどなんかあれいつぐらいでしたっけ「仮面ライダー」になるって最初は本当にそういう話全然なかったんですよ。多分言ったのが途中ですけど 本当は最初から決まってたえー、そうなのデザインはなかったですけど、はい、でもあのは見,見たら分かると思いますけどマシン・チェイサーなの,のデザインのディテール半端ないじゃないですかドライブよりもむしろみんなあのやっぱり子供に向けた「仮面ライダー」ドライブは結構シンプルにデザインをまとめようという感じでやるんですけどマシン・チェイサーは。 大人のものと思ってるからもうデザイン会議 <laughs> マシンチェイサーの方がやっぱり紛糾しますよ。こ、はい、ここはこうじゃないみたいなもっともっとこうかっこよくみたいな。だからみんながこう愛を持って生まれたのがマシンチェイサーだと思います。で,で、まあ、それをもちろんその加藤野さんの熱演のおかげで人気になってもともと仮面ライダーにしようとみんな思ってたけどあの、まあ、それで拍車かかってもあの。 まあだからあれだよね、仮面ライダーチェイサーはシンプルだよね、シンプルになりましたよ <laughs> でもなんかマシンチェイサーの,あのなんか歪みが取れた感じのデザインになってたから、ごくなった、すごいなんかいいなって、もう本当、仮面ライダーチェイサーになれるって聞いた時は、もう喜び爆発でしたね、やっぱりどうしたって仮面ライダーになりたいなっていう気持ちは、やっぱ消せなかったんで。 だから本当に最終的にそうなれたことっていうのは本当感謝しかないですし本当にありがとうございますっていう気持ちですありがとうございますあの本当にね夢を実現されたというかとってもかっこよかったですありがとうございますでは続いて小森さんにお伺いしたいんですがドライブサーガーを作ることになった経緯をお聞かせいただけますか、はい、それ俺も気になります経緯でもやっぱりチェイサーのおかげというかあの仮面ライダーチェイサーまあマシンチェイサーからの流れですごく 人気があったのでチェイサーやっとかなきゃもったいないじゃないっていうそう, <laughs> そういう感じだし <laughs> もちろんあのおのずと出てきて「仮面、えー、ライダーチェイサー」っていうあのスピンオフを作りましょうっていうのは全会一致で誰の反対もなくただねだあのテレビシリーズ自体がああいう流れになってああいう終了 のの仕方だったので、はい、まあど,どこを切り取るかっていうのはやっぱりちょっと難しかったとは思いますけどでもそうですねスピンオフって本当に絶対あるわけじゃないじゃないですか、はい、もう最初からそれありきで話し進むってことは多分ないと思うのでなんか本当テレビシリーズやってる時もなんかキャストのみんなと本当に。 あのガイムはやってたけどドライブはやってもらえるのかなとかみんなでちょっと不安になりながらやってて決まった時は嬉しかったですねでもそのおかげでね,ブレ,でねブレンまでやりましたから <laughs> <laughs> ブレンまでやりましたからブレンまでまさか、はい、ブレンまでやれたすごいな「ね、仮面ライダーチェイサー」の方は82分でしたっけ結構の長尺での作品でしたよね、はい、こちらももともとこの長尺でいこうっていう感じだったんですかいやも とシンプルなはずだったんですけど、まあ、あの多分1年間愛してもらったチェイスをどう見せればいいかみたいなところを盛り込んだ結果多分あの長尺になってしまったということだと思います <laughs> やりたいことがいっぱいあったんです,よ、はい、そうですね、はい、いや本当に、ね、チェイサーの魅力がいっぱい詰まった、ね、映画なのでこの後も楽しんでいただきたいと思いますが、はい、では続いてえお二人にお聞きしたいんですけれども今日残念ながらここに来られなかったキャストの皆さんの,あの裏話とか。 こんなことあったんですよというお話聞かせていただければと思います裏話聞きたいですねで裏話に <laughs> 振り方雑だな事件があったとか事件なんかこんなこと実はあんまり話してなかったけど今だったら話せることとかありますえなんだろういやでもなんか結構本当にキャストのみんなあのひょうきんな人が多かったのでなんか誰かが変顔を始めたらみんなそれで乗ってなんか写真を SNS にアップするだとかそういうことが普通に起きてたのであとはね 龍馬竹内君、龍馬とかは本当に特に明るい子だったのであの更衣室とかで男性だけのとなとか,なんか下着でポーズ取ってたりとか普通にあって、まあ、俺らもなんか、俺とか特にあの稲葉とかはもうそれをいじって楽しむっていうのが頻繁にありましたねでも、お芝居は本当に龍馬のお芝居ってあのえ確かドライブが多分、龍馬あの俳優デビューして。 多分大きい作品として多分それが初めてだったみたいなことを言ってたんですけど最初から多分1話と最終話の泊のすけって本当別人に見えるぐらい顔変わってるんですよ。そんぐらいなんかあのドライブの中で一番成長した人っていうイメージがありますね竹内涼真んに関しては,は。あとは稲葉とかはまあ同い年っていうのもあったし本当に僕デビュー当時から知ってたのであのなんか。 お互いお芝居の域とかがあってたんでなんかチェイスとゴーの掛け合いとかもテンポよく行けたしでも初めてなんですよちゃんとお芝居したのは本当ドライブの時が初めてであそこまではまると思ってなくて実際やった時はすっごく気持ちよかったですね。ほ他にもいっぱいキャストの方いるんだけどどうですかプロデューサーから見てのキャストというのは。そそうでですすねねの後ドライブ終わってからま、ね、まあ、まあ ちちょこちょここ合わせていただく機会があるんですけどそ,のそれこそこの間令和の『仮面ライダー』の『ゼロワンを始める直前にたまたま撮影所で武く君に会ってああそうなんですね、まあ、武く君ずっと『仮面ライダー』に関しては注目して見てくれているみたいで「ゼロワンのデザインを見せながら自慢しときます <laughs> 今度これやりますかっこいいでしょっていう、まあ、自慢させてもらったゃんじゃなて <laughs> あとはあのハート様なんかはまた、はい、さっきわざわざ。 ラインでコメントくれて今日はチェイスに任せますってってま。はい、もしかしたら見てくださってるかもしれないです、ね。見てるかもしれない。ハートを見てるかい,、はい。見てる？ハート様。<laughs> ハート様って,って。<laughs> あのそうですね。まあみんなドライブに関してはそれこそあの仮面ライダーブレインやるときはみんなざわついてたし、<laughs> 本当にやんのみたいなことをみんな言ってくれたり。まああのドライブに対する愛は皆さんあの今も強いと思います。はい。 本当に皆さん、仲が良かったんだなというのが伝わりましたありがとうございます一つあの気になっていることがありましてあの先ほども、ね、稲葉さんのお話も出ましたけどゴーとチェイスの友情物語多分、今も皆さん心にすごい残っているかなと思うんですがいつか二人が再会するエピソードなんて、ね、新作とは言わなくてもできたらいいななんて昨日も、ね、あのオーズでアンクが復活しますよなんて話もありましたのでうどうなんですかどうですかどうなんですかプロデューサー。昨日のそのアンクからの流れが、はい 予想外に盛り上がって、はい、しまい、はい、本当に皆さんすみません今日緊急発表はないですということを緊急に発表しなきゃいけないんですけど <laughs> あの、まあ、もちろんそのチェイスがいう形で終わって、はい、それこそ「仮面ライダーブレン」だったりその後の,あの劇場版だったりでな、はい、なんか伏線は張ってるじゃいそ,うそれこそこのあと上映されるね。 あのう、ブイシネマでも、あのずっとゴーは。チェイスの復活を望んでます。のでこれはもう、こんなに普通に働いたら、いつかはやらなきゃいけないなと思ってます。あ、言いましたね。引きますよ。やってくださいよ。本当やってくださいよ。これじゃ、ゴーが不憫だ。そうですぜひとも、よろしくお願いいたします。はい。やりましょう。はい。ぜひぜひ。プロデューサーが言いました。 言いましたんで楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは最後にお二人にとって仮面ライダードライブという作品はどのような作品かお聞かせいただきたいです。加藤のさんからお伺いしてだきますか。はい、あのもうさっきもちょろっと言っちゃったんですけれども本当にあの役者人生をここまで10年ちょっと続けてきた中で多分一番特別な作品で一番同じ役をずっとやり通した。 あの期間だったんですよねだからやっぱりチェイスって役をずっと忘れられないし本当にまあ今望んだようにもうチャンスがあればぜひもう一度チェイスをやらせてくれとそういうふうにずっと思っております本当にこれからも多分僕の中で多分人生で一番大切な作品だっていうのは多分変わらずにいくと思いますので、えー、皆さんもどうかチェイスを忘れずそれからチェイスの復活を願ってこれからも応援よろしくお願いいたしますありがとうございます。 ありがととうございます大森さんにとってはいかかがでしょうか、はい、あの僕もまあ先ほどお話しさせていただいた通り初めての,そのチーフの作品だったのであのものづくりの原点というか、えー、試行錯誤して1年間あの物語を紡いでそのキャストの皆に支えられた1年だったという作品でもあるのであのそうですねプロデューサーとしてその後あの3作品「仮面ライダー」シリーズを 担当させていただきましたけど本当に今度ドライブがあってこそのあの僕のプロデュースという業務だったかなという風には思います原点かなと思いますはい。ありがとうございます貴重なエピソードたくさん聞かせていただきました最後にですねちょっと加藤野さんにお願いがあります、はい、この東京国際映画祭では来ていただいたゲストの皆様に変身ポーズとセリフの披露をやっていただいているんですが加藤野さんにもお願いできますでしょうか <laughs> <laughs> ありがとうございます <laughs> で,はではマイクお預かりしましょうか <laughs> あうわちょっと待って何年ぶりなのめちゃくちゃ緊張するんですけどよろしくお願いします、はい、人間を救うのは俺の本能なのかもしれない俺はもう一度やり直す シグナルバイク。しライダー、チェイサー,ー,ー。ありがとうございます。もう今泣きそうになったら久しぶりすぎて、もうありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 本当にありがとうございました。それでは最後に、お二人からファンの皆様、そして配信をご覧になっている仮面ライダーファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。それでは大森さんからお願いいたします。はい、えー、今年仮面ライダーシリーズ生誕50周年ということで、まあさまざまなあのイベントとか、えー、作品があの公開される予定がありますけれども、本当に今まで、えー、変わらず仮面ライダーシリーズは、えー、愛していただいてありがとうございます。あとですね、まああの。 そそれこそ平成仮面ライダーシリーズからずっとですねあの忘れてはいけないのは今日もスタッフ、キャストが仮面ライダー撮ってます、どこかで本当にあのずっと放送してくるっていうのはすごく大変なあの実績だと思うので改めてその現場のキャスト、並びにスタッフですねあの支えていただいた皆さんにここで敬意を表して50周年を迎えられたことをあの皆さんと分かち合いたいなと思います。 思いますあの今後ともカメラダシリーズの応援をよろしくお願いいたします本日はありがとうございましたありがとうございましたそれでは加藤奈さんよろしくお願いしますはい、えー、そうですねもうカメララドライブっていう作品は本当にもうその後のスピンオフも含めてこの先もずっとずっと続いていってほしい作品ですやっぱり多分それはもう僕だけじゃなくて他のキャストのみんなもきっと絶対に えー、いつかまた会ってそういうふうに思ってると思うので、えー、ぜひこれからも、えー、ドライブすべてをあの応援してくださればその皆さんの思いが声がきっとあの復活チェイス復活だったりドライブ復活だったりそういう形につながっていくと思いますので、えー、どうかこれから先も、えー、と応援を。 カメラでドライブを応援してください。よろしくお願いいたします。本日はお集まりくださり本当にありがとうございました。この後のカメラチェイサーぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、仮面ライダーフィフティス仮面ライダーアニンバーサリーインティフ仮面ライダードライブトークイベントを終了させていただきます。 第34回東京国際映画祭では仮面ライダーフィフティーズ仮面ライダーアニバーサリーインティフとしてさまざまな特集上映イベントを行ってまいりました。また皆さんとお会いできる日を信じております。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。